ちゃん。こんにちは。さあ、伊藤さん、はい、今日の12球団優勝、そして A クラス入り計画のチームは、はい、去年のディフェンディングチャンピオン同士の組み合わせです。覚えてますか？ディフェンディングチャンピオン同士、はい、セリーグのディフェンディングチャンピオン、そしてパリーグのディフェンディングチャンピオン同士、阪神とオリックスです。チャンピオンじゃないの？一つは一つは、そうですね、まあセリーグとパリーグのっていうところ。そうだろ。いや、ディフェンディングってそうですね、あの12チームの中でのトップはもう阪神でしょ。そうです、そうです。ディフェンディングっていうのはオリックスのことじゃない？ああ、そういうことになるのかな。チャンピオンとディフェンディングチャンピオンっていう、どっちもディフェンディングチャンピオンで、はい、セ・リーグも守った、はい、パ・リーグも守ったということで、はい、阪神オリックスになるんですけれども、はい、まあ、ちょっとこの2チームは、はい、このシーズン非常に苦しい戦いをしていますが、そうだね、はい、まずまあ、でも明確だよな、うん、阪神はもうとにかく昨年のオーダーのような、うん、はい、誰も抜けてないわけだから。そうですね、うん、そのオーダーが組めるか組めないかだよ、うんうん、それで俺はいいと思う。阪神は、いや、だからそのぐらい組めるだけの状態を維持できれば、うん、これは優勝の可能性はぐっと上がるよ。これもだから采配とかそういうことではなく、個々のその状態が、状態を上げていくということだよ。これは後半どういうふうにして上げていけばいいんですか？ここ特にこの選手とかってありますか？いや、数字を持ってるからさ、うん、みんな、うん、近本にしたって中野にしたって、まあ、森下は数字を持ってるとはまだ言えないと思うけど、はい、キャリア的にね。で、まあ、今サトテルが打ってる、うん、はい、大山が次、はい、まあ、それはもういいとしても、まあ、6番前川、うん、まあ、ここもこのまま頑張ってくれればいいし、うん、坂本か梅ちゃんか、うん、で木浪と、木浪も戻ってきたからね、はい、だからここら辺はやっぱ数字を持ってるから、だからその額面通りの働きを少しでもしてくれたら、うん、得点力っていうのはアップしていくし、はい、野球もスムーズになっていって、うん、ある程度プレッシャーから解放されると守備も良くなると思うんだよ俺、うん、もうそうなってくると俺は阪神は行くと思うけど。これってそれぞれの個々がたまにポツンポツンって打っても点が線になってないからダメなのか、それとも点になってるその個々の選手が上がってないからダメなのかって。いや、個々の選手が上がってないからだよ。そっちなんですね、うんうん、いや、だからみんなのこう気持ちを上げていかないとさ、うん、だからなかなかやっぱりチームだから、はい、戦う雰囲気っていうのは出てこないと思う。あの前半戦最後の試合で非常にあの得点、大量得点して勝った、あれは個々が良かったからってことなんですか？ああいう風な試合をしていくにはあれは何が良かった？まあ気分が良かった、ね、気分が、まあ、気分いいですね。いや、だからもう日々気分よくやんなさいよっていうような感じだよ。ああ、そうか。いやいや、そう思うよ、うん、だいつもなんかこう悩みながらやってるような、うん、まあ、そんな感覚だとやっぱり勝負事してるわけだからさ、はい、相手と戦ってるわけだから、うん、だから相手と本当にしっかり戦いなさいと、うん、なんか自分のチームの中で戦ってる感じがするもんね、うん、自分の中でモヤモヤで、はい、なんかそう見えてしょうがないんだよ、うん、まあ、実際は違うのかもわからないけども、やっぱまあ岡田監督もおそらく後半は我慢していくと思う、ある程度。ああ、変えずにですね、うん、だから前半戦いろいろ試しはしたと思うんだよね、うん、はい、だけど何も効果が得られなかった。あとはたどり着くところっていうのはもう信じて我慢するしかないな、うんうん、でも信じて我慢したら選手は多分答えると思うよ俺は、うんうん、だからそこには俺はかけていくかなっていうような感じがするけどね、うん、あとはずっとファンの中で言われているのが、例えば去年はやっぱりそのフォアボールっていうのが非常に有効的に効いてたと。で、今シーズンはやっぱりフォアボールを見極めるためにそのファーストストライクをすごく取られて、振っていかなくて見られてまずストライク取られると。そのあたりっていうのは豊さんはどうですか、この後半戦っていうのは。なんか策としては森藤がさ、うん、相手ベンチのコーチだとしたら、うん、はい、阪神と戦うときに、うん、まあ、去年のやられ方があるよね。そしたら今年はなんていう、今年はストライクゾーンどんどん狙ってけって、ストライクゾーン三振取ってけとか。それはなんで？それはもうあの振らないでフォアボールを勝ち取ろうとしてるから、際どいとこ振っていかないとか。そしたら阪神側はどうしたらいい？やっぱもう振っていくってことですね。そうだよな、はい、もう単純明快なんだよ。確かにそうです、ね、だって相手のベンチはね、うん、いいか、阪神戦に限ってフォアボールは罰金にするぞみたいな、あ、まあ、逆にあの、まあ、罰金とかね、うん、まあ、そういうことはまあないにしても、はい、これはマイナス査定になるぞって、うん、必ず、うん、阪神と戦うときフォアボールは絶対ダメだからなって、うん、口を揃えて他の5球団は言ってると思う、はい、
交流戦になったら11球団が言ってるよ、阪神以外。そうですね、まあ、阪神とやるときは絶対フォアボールダメだよって、うんうん、だからどんどん行けって、はいね、だけどこっちがぼーっとしてまたフォアボールなんて悠長なことはしないでしょ普通。しないです ね、 ね、うん、いやだから打っていかなきゃいけないんだよ。だから打ち出したら打てるから、実力あるから。そうかそうか、うん、だからそこはやっぱもう転換して頭をこう変えていかないと、思考を、うんうん、まあ、そうなってくるとやっぱ状態は俺は上がってくると思う。じゃあ特にまあ今この位置なので、阪神これよりかは悪くなることはないっていうことですか。いやだから調子が出なかったらどんどん下がっていく。これまあ今中日が5位なんです。実力があっても、うん、やっぱそれを出し切れなかったら諦めが出てくると絶対上がっていくことはない。で中日に越される可能性もゼロではないっていうことですか。まあ、ゼロではない。ゼロではない、うん、これピッチャーに関してはどうですか。ピッチャーに関してはやっぱ才木と村上には絶対勝たせなきゃいけない。それはなぜかというと、うん、勝てるピッチングをしてるもん。そうですね。だろ、はい、だいたい 1,2 点で抑えてるよ。 1-0 とかですよね。な、いやそれはねやっぱ勝たさないと、うん、どんなことがあっても、うん、これ見殺しにしてるからずっと。そうなんですよね、うん、だ最近は日曜日には勝ってたけど、うん、火曜日に勝てなかった、うん、そうなんですよ。これはやっぱローテーションが変わって相手のエース級と投げ合うようになる、うん、そうなってくると負けてないんだけど、うん、野手が負けてるよな相手のね。相手の、そうですね、うん、だからそしたら勝ち星が広いな、うん、村上はどこ行ったって勝てないみたいな援護点がないから本当そうですよ、ね、いやだからこの2人が投げてるとき、また大竹、はい、が投げてるときはやっぱ絶対勝たせなきゃいけないよね、うん、で西勇輝はある程度今年はなんかこう流れを持ってるという、そうですね、いうことなんで、やっぱこう4枚が勝てるような形をこう保っとかないと。そうなんですよね、うん、あとやっぱり伊藤将司投手は今シーズンやっぱり悪い、まあ、そうだな、悪いのはもう悪いでもう仕方ないよ、うん、これ調子が上がるっていうことはあれだけ悪いと、うん、あの手のピッチャーってなんかちょっと上がってきそうもないんだよね。そうか、まあ、投げるんだったら5割でいってくれればいいっていうふうによく書かないで投げさせるかで、まあ、とにかくローテーションに入ってるから1勝1敗1勝1敗1勝1敗って5割でずっとやっていって保ってくれるかどうか、これが巻き越してくるようだともう価値がなくなるからね、うん、そうなるともう今シーズンは他の投手でローテ入れるよ、まあ、この前はあの代わりに及川投手投げましたけれども、はい、及川良かったな、良かったですよねっていう風になってくる可能性も状態によってはあると。あとまあビズリー投手は、ね、まあいいよ、頑張ってますよね、頑張ってる頑張ってる、だからまあまあ投手はね本当に頑張ってると思うしね、うんうん、だからこのままだとやっぱこう中継ぎは崩壊しそうな感じがするな。そうなんですよ、ね、桐敷とかな、あの大変だと思う、あのイニングまたぎで行っちゃってる左は桐敷しかいなくなったような感じもするしな。ですよね、これはやっぱ気をつけなきゃいけないけどね。そうですよ、だけどこれはやっぱ打つことによって解消されるんだよみんな。そうなんですよね、そうそうそう、精神的にもそうですよね。そうそうそう、いやだから打てばいいんだよ、もうじゃあもう本当バッター陣ですよね、うん、だから甲子園ではねなかなか打撃戦にはならないけどね、うん、やっぱあれだけの球場があって、まあ、風が左バッター邪魔してみたいな、うんうん、まあ、そういうことになってくるとやっぱどうしても打撃戦ということにはならないんだけど、はい、まあ、だけどその中でも、まあ、平均4点ぐらい取ってくれると勝てるけどな。そうですね、まあ、先発もそうですけど中継ぎ陣、あと岩崎投手とか、まあ、ちょっとねあのゲラが打たれたりってこともありましたけど、まあ、そのあたりが楽になるのか。そうだな、まあ、あとはやっぱ足だな、足がやっぱ昨年とはもう全くこう使えてないっていう、まあ、状態になってきてるんで走れる選手は多いんでね。そうですよね、うん、だからサトテルだって隙があったら行っていいと思う、うんうん、彼は足速いしさ、はい、大山だって行く時あるし、うん、いやだからとにかく隙あらばというね、うん、そういうふうにこう狙っとかないとな。そうですね、チーム全体で、うん、まあ、そうなってくると勢いも出てくると思うし、はい、まあ、実力はあるよ、まあね、去年あれだけの、ね、ゲーム差で勝ってるわけですし日本一ですし、あとはやっぱ起爆剤になってほしいなと思うのは高橋遥人投手が支配下になりましたということは一軍でおそらく今シーズンも使うという。いや、いいんだよピッチャーは、いいんだって、誰が出てきたって好投したっていいんだよ、でも勝つには点がいるんだよ。あ、まあ、援護点ってことですよね。そうそうそう、だからそれは出てきたっていうことはね一つの、まあ、雰囲気だとか、うん、ムードを変えるという意味では、うんうん、いいかもわからない。
でもそこが変わったところで、うん、点がないとさ、まあまあそうです ね絵に描いた餅になっちゃうんだよ。だからもうとにかく打つこと、点を取ることを野手全体が意識をしてやってほしいな、うん、阪神はもう野手誰か一人がっていうことではなくて全員の点を取るその意識っていうところになってくるんです、まあ、そうだな、まあ、意識はしてると思うけども、うん、もう一つしつこく持ってほしいなと思うな、うん、さあパリーグはオリックスですけれども、はい、オリックスは、まあ、A クラスに入るためにっていう、まあ、そうだな、うん、まあ、でもやっぱり山下俊平太、うん、宮城、まあ、東もそうだし、はい、まあ、エスピノーザはまあいいんだけど、うん、ホームゲームでいいだけでさ、ビスターでは打たれてんだよね、不思議と、うん、だからここら辺がやっぱこう田島がちょっと変わったか、で山岡は何してんだみたいな、一回もまだ来てないですね、え、総一郎はみたいな、いや、どこ行ったの、そうなんですよ、予想してる場合じゃないぞエプロン宇田川はどうしたの、そうなんですよね、いやだからね、やっぱこう状態が悪いとか怪我人が多すぎるな、で交流戦直前でしたっけ、なんかが怖いな、あ、交流戦の途中だったかでね、怪我人が戻ってきて森選手も帰ってきて宮城投手も帰ってきていいんじゃないかって、まあ野手は絶好調になってきてる、はい、なんですか、だけどもう投げ手がいなくなってきてるな、うん、あそこか、まあでもな、やっぱ優勝してきたからやっぱその代償ってあるよね、うん、疲労とかさ、そうですよね、金属疲労だとか、うん、まあ、それはあるにしても、うん、野手もそうだな、無理してこう鞭打ってやりながら怪我につながったとかさ、はい、まあ、いろいろあるけどもやっぱしっかりしなきゃいけないのはやっぱ頓宮と、うん、やっぱ杉本、うん、はい、やっぱ彼らはやっぱこう生え抜きだし、うん、頑張ってほしいなと思うし、うん、で森がこう怪我明けで帰ってきたら絶好調、うんうん、で西川が交流戦で打ちまくり、うんうん、なんかちょっときっかけをつかんでるっぽいしね、はい、紅林も成長した、うん、あ、中川が帰ってきたし、うん、はい、野手はね、まあ、そこそこバランスよく太田もいいし、太田怪我しちゃう、太田が怪我した、うん、また行ったり、また行ったり来たりもういやだからやっぱりね、揃わないとなかなかね、そうですね、うん、まあ、それと、うん、やっぱり優勝してきた代償っていうのがまあちょっとあるなっていう感じがするね、疲れですよね、まあ、疲れとかやっぱ金属疲労だとか、うん、まあ、そういうのを抱えながら、まあ、ずっとこう気を張ってやってきただけにね、そうですね、まあ、ちょっと抜ける時期があってもしょうがないのかなとは思うけどね、特にピッチャー中継ぎ陣の名のある投手たちは WBC とか頑張ったもん、うん、ずっと優勝 WBC とかずっと駆け抜けてますからね、そら宮城だって疲れて故障するよ、あれだけ投げてきたんだもん、うん、海の向こうでは山本も怪我してるじゃん、そうですよね、やっぱそれだけやっぱ疲労が溜まってたんだって今年は、うん、だからといってファンは許してくれないかな、ただね、新しいニューカマーというか佐藤投手だったりとか、まあね、下からこう頑張ってきてる投手たちはいるんですか、ね、まあ、曽谷とかね、曽谷投手すごくいいよ、うん、でまあ、さっきも言ったけど田島もね、はい、こう振りかぶるようになって良くなってきたし、うんうん、だからまあいいのはいいんだけど、うん、ただやっぱこう揃わないよね、一、うん、人が帰ってきたら一人が抜けるとかさ、そうなんですよね、うん、だからなかなかやっぱこう厳しいけど、はい、これ A クラスに入っていくためには、いやだからまあもう頓宮と杉本、もうこの2人、うんうん、まあ、一番福田とか、うん、まあ、そういうのは健在だし、まあ、西野とかね、はい、西野も怪我か、怪我ばっかりするんだよ、みんないなくなっちゃいますもんね、そうなんだよ、まあ、太田も怪我、ま、いやだから、まあ、そうなってくるとまたやりくりが大変だよね、うん、これピッチャーはどうしたらいいんですか、ピッチャー陣はここから A クラス行くには、いやもう立て直すしかないよね、下からですかやっぱり、いやだからいい、まあ、いい選手はたくさんいると思うんだよ、うんうん、ただその山下俊平だとか、はい、まあ、東もそうだし、うん、まあ、ムクノキ、はい、もう投げてほしいしな、はい、でもまあ状態が上がってこないんだろうな、まだそうですよね、いやだからいいピッチャーいるけども、うん、やっぱ今年の場合はなかなかこう厳しいのかなっては思っちゃうよね、だから、ね、A クラス入りが優勝するにはって言っても、うん、まあ A クラス
どうやって入ろうな。ですよね。今4位の楽天に現時点ですけれども折り返し地点で 3.5 ゲームと、まあ、ちょっと離された形で前半を終えてしまったので。ただチームの状態はどっちがいいかというと、うんうん、やっぱり楽天の方がいいもんね。あ、やっぱそういう、ね、風な印象を受けます。そうなってくると 3.5 が、うん、そうか、もう6ゲームぐらい離されてるような気分にはなっちゃうよね。うん、これが状態がオリックスが全然うちの方がいいよって言ったら、うん、3.5 がいやもう並んでるのと一緒ぐらいでしょみたいな、うんうん、そういう気持ちにはなれるけど、はい、だけど状態的にもやっぱ怪我人が出てどうのこうのするとさ、やっぱこう気分は乗っていけないよな。だから乗っていかなきゃいけない、まあ、トングが引っ張らなきゃいけない。本来は、うん、まあ、ラオウもそうですし。そうですよね。いやだから交流戦明け、これオリックス、ね、怪我人戻ってきたりもあったんで行くんじゃないかなと思っていたんですけれども、ちょっとこの5位で終わった。俺も行くと思ってたけどな、うんうん、実力があるチームだし、うん、でやっぱ経験値も高い選手が多いしな、うん、だから行くと思ったんだけど、なかなかやっぱこう足並み揃わんな。ですよね。ということはやっぱ A クラスでここから盛り上がって上に行くには、これまで名前のある中継ぎ陣とかピッチャー陣が戻ってきて本来の役割を果たしたり、 やった時にはやっぱある程度5割っていうのはもう固くなってくる。そうですね、もう5割から上狙えるようになってくるから、うんうん、これは勝負になってくるよね。そうですよね。あとは頓宮選手とか打つっていうとかね、杉本選手が打つ。だから森とか西川とか、うん、まあこういうあたりっていうのは多分やってくれると思うんだけど、うん、やっぱこう早抜きでね、頓宮とか杉本、はい、もうこの2人はやっぱこう常時やっとかないとさ、そうですよね、困るよっていう。そうですね。さあ今日はセリーグとパリーグの、阪神そしてオリックスの優勝計画、 A クラス入り計画について話しましたが、残るはあと4チームです。はい、こちらも楽しみにしていてください。